Atashi Vampire. Hi, hi, this is Luna Vespers, Vampire VTuber. I am back today with Honkai Star Rail 2.1 Trailblaze Mission. Hi, hi. I heard it's kind of long, like the last one, but also kind of boring because it's just like setting up and building up the plot. So let's see how quickly I can get through it. Yes, it is the newest one. Wait, why did I walk out? No, Aventurine, talk. The end boss? Yeah, I've heard people saying it's kind of hard. 僕もこの光景を目の当たりにした時は、君と同じような顔になったよ。Yeah, now's a good time to get back in. でも見間違いじゃない。Lots of anniversary stuff. 死んだのは、あの名だ。一応言っておくけど、この件と僕は無関係だ。僕は不運にも現場に居合わせてしまっただけ。それはファミリーが証明してくれる。Thank you for the redeem and the head pat. 信じられないなら、ハウンド家の人間に聞いてみるといい。彼らは僕やここだって事件が起きた現場じゃない。僕が君に見せているのは記憶の位置。ここまで来ても、君はあの巡回レンジャーが。ピノコニーははっきりと約束してる。ファミリーが作った美しい夢の中では、すべての人の安全を保証する。危険に遭遇した人がいたら、強制的に目覚めさせて、現実世界に戻れるようにするってね。That's scary. 彼らはどうしてそんな約束ができるのか。Natasha is your only healer, though. That is really sad. I hope you get another healer soon. 調和の秘宝があるからだ。ファミリーのドリームメーカーたちは思考を一つにつ、その防衛線を突破して無境の中で死を作り出すなんて。ファミリーの許可がなければメモ、じゃあ誰ならできるのか。そんなの彼女しかいない。あの巡回レンジャーを自称する女性、他人になりすました招かれざ。アフリートが死んだのは間違いないだろうし、ロビンの彼女の惨状も見ての通りだ。さて、次の犠牲者になるのは誰かな。 This is hard to take in. I don't know what's going on. 大丈夫、君は自分で判断すればいい。信頼を築くには時間がかかるからね。Okay. 僕は喜んで待つ。Good luck on your pulls. ただ、君にも知っておいてもらいたかった。I don't have a Japard, but I have Luocha. その遺産とやらをめぐり、今ピノコニーでは水面下で妙な動きがあって、誰もがよからぬことを考えている。But I'm gonna get Aventurine. くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。Yeah. Aventurine. 僕が君だったら、ヨミとは確実に距離を置く。何しろ影に隠れた怪物に比べれば、表に出ている計略の方がよっぽどマシだからね。アベチュリン、そう思わないか。でも表に出ている計略の裏にさらに深い陰謀がない。Japard in his light cone at level 1。誰が言い切れるのかし。メモキーパー、僕たちの取引はとっくに終わっていると思うけど。アベンチュリンさんの言っていることは事実で、この記憶も真実。I have Japard's light cone, but I don't have Japard. カンパニーはガーデンと違って、記憶にできることはかなり限られてるからね。I need Branya's light cone. I have Branya, but no Branya light cone.マイフレンド、周りくどい話はやめて、単刀直入に言おう。前から言っているように、僕は遺産の争奪戦には興味がない。挽回のガンのおかげで、
こいつはすっかり不良債権になっちゃってね。あの連中は君が想像してるより手強い。このまま静かに泡となって消え、最後までだ、そんなの不公平だろ。僕の目標は一つだけだ。ファミリーは高い壁に覆われている。それを崩そうと、今がチャンスなんだ。ロビンの死の真相を明らかにできれば、死者に安らぎを与え、僕がピノコニーの各地で調査を行う。この悪い知らせはファミリーにとってとても不、でもきっといくつかの派閥は例外になる。君たちは真相を明らかにして正義。 I've gotten Clara a couple times, unfortunately, and her light cone a couple times too. I don't even use her. 急いで答えを出す必要はないよ。あのナビゲーターのお姉さんは聡明だから、きっとこの取引の価値を分かってくれるはずだ。ああ、それから、これも持って行って。調査をす。じゃあまたね。君。I forget they have phones in this game. 言うだけ言って行っちゃったな。He sauntered off. 確かに無理強いする気はないみたいだけど。この後はどうするつもりなの？ブラックスワンはどう思ってるんだろう。I don't know what any of these characters are thinking. 表面的にはこの取引は彼はまだホタルさんのことを知らない。反応が早く思考も。Can I toss a die to let it decide for me? いずれにしても慎重に動きましょう。他の問題に。Did death kill Robin? 二つの事件が同一人物の仕業だと断言するつもりはないけれど、あの大きな傷口は。ハイエン。あの、それに無境の中で悪いけど、その質問には答えられない。でも間違いなく彼女はこの宴でごく短い時間に考えられる可能性は二つ。一つは仮に誰かが意図的に最初に密航者を、A family celebrity. Family のスタ。I don't have any other questions. Actually, I have many questions. 私は推測することしかできない。My allergies have been pretty bad too. こっちに来て。They've calmed down a little bit, but I'm sure they'll start up again soon as the weather gets warmer.ここから出られるわ。私たちもお別れの時間ね。まるで全てが悪夢みたい。残念だけど、記憶は嘘をつかないの。200%。私たちがさっき目にしたことは、でも怖がることもない。ただこ、ああ。これは私からのささやかなせ、私も義理や忍者。次に会うとき、あな。I'm alive, but not Firefly. Family の代表、姫子たちは。Black Swan gave us a card of herself. 大丈夫かな。
Wait, I could have just teleported over here instead of running all the way over here. いろんなことがあったな。Some time ago, deep in memory zone. Oh, okay, a cutscene. Ranger. Hunter, まだ夢を見るか。自分のせいで死んだ者の夢。Days ago, Everflame Mansion.彼らはまだ生きている。あなたにはまだ選択の余地がある。The music box. そのオルゴールを置いて。選択。トフェとのエンマ。たとえあなたが命を。レンジャー。お前が歩ん、私たちは炎の中から感じた。Oh my! No! 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 It was just one sneeze. It's okay. Right after, I was like, my allergies have calmed down. あなたの仲間はそう考えてはいないようだが。あれが私の子だ。かつての私と同じ。しかし、私の炎は…なぜ？アイオーンたちが切り開いた指令。お前は自分の正体を隠せない。壊滅とは壮麗な瞬間だ。たとえその答えが。答えは重要ではない。虚空の中でも美しい夢は生まれる。わかった。お前はこの世界で最も輝かしく。底知れぬ夢。この刀がまだ鞘から抜かれていないのは慈悲や。あなたには正直に言う。遵守は私が進む道では。死があなたの長い夢を追う。そして目ざ、はあ、私は今でも夢に見る。引け、まだあなたの番ではない。Your time has not come. 私の番って巧妙な偽装はたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あの開拓者、あなたは運命の奴隷がそうさせたのか。あなたはエリオを知っている。このことはあなたの脚本に書かれていると。私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要はあります。彼は私の性格を知っています。運命は。ですがあなたは知らないようなので。おそらくあなた質問の答え、そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には、私なら。なぜそんなこと。私はよく忘れてしまうから。記憶より、私にはその冷たい甲冑の中にいるのは誰か。 That armor. わかる。どうだ、鎧を脱いで話す気になったか。まだその時ではありません。私は助けを必要としていませんが、 あなたの狙いが時計屋の遺産ならファミリーを調べるといい。彼らはもう調べている。そして請求列車はあなたの敵ではありません。それは私も分かっている。だがそれでこれからどうするつもりだ。あの開拓者、その必要はありません。もっと簡単で直接的な手を使い、いわゆる不可能と呼ばれるものは、まあいい。別れる。あなたの脚本の中に私に関係することは書かれているか。I 運命が見た未来の中で、私がどういう。残念ですが、一言も触れられています。待ってください。
答えはノーです。何？あなたの最初の質問です。まだ夢を見るか。答えはノー。一度も見たことがありません。答えはノー。私には生まれつき夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、だからあなたが羨ましい。そうか。あなたは目覚めの世界で生きているんだな。羨ましい。Present day, golden hour. ホタルのことはブラックスワンから聞いたけど。ごめんなさい。現実世界は穏やかだが、無気味な。落ち込んでいる暇。まずは状況を整理しましょう。ナノシビトは今回の件に関与していないと信じています。今思えば、あの時の彼の表情は。ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてた。だが、その直後に起きた二つ目の事件は、彼らの想像をはるかに超えていて。それに、ホタルの件は目撃者が多くて、隠しきるのは難しか。この二つの事件は、根本的に性質が違うから。そうだな。なんか獲物に夢中になって足元をすくわれそうになって。こうなって今。とにかくまずは情報を集めて、できるだけ多くの可能性を並べてみよう。My family。それから矛盾を一つずつと。ただこれだけ多くのことが起こっても。今回は本格的に名探偵を。これは私の感覚だけど、それにここはファミリーのアベンチュリンさんについては。あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は。感情と論理の両面において、だが状況がはっきりしない今、俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、あまり近づ、つまり先に、あ、もちろんリスクはあるが、理屈はわかるけど、ここって悪い奴が多いから、そのうち後ろから刺されるんじゃないかってヒヤヒヤしちゃうな。こいつだ。It's cool. You can bully me whenever. あんたって。ダメ、そんなもういい。やっぱりうちがあいつ。それじゃあアベンチュリンさんへの。We'll collaborate. Always open to pool for your game account. You better come home for me when it's your time. We'll all be in this together. We're all in this together. 100,000 credits. Oh my god, thank you.Wowee. Oh my god, sugar daddy? Aventurin wa kono kesuka ni manzoku shiteru mitai da na. Minna ni mo tsutae yo. Aventurin san no mokuhyou wa company no tame ni Pinoko ni yo to.死の存在はファミリーに。No conclusions can be drawn just yet. そうね。今はただ考えること。彼は明らかに生まれながらの。アベンチュリンさんの子、彼は何も証拠がない状態で、あの巡回レンジャーがロビンさんを殺した容疑者だと告発した。ここまで明らかに根拠がない推論は。君の死、もしかするとアベンチュリンさんの目的は最初から信頼を。ただ来ると言っていたはずのアナイア・レイトギャングが。ところで君はこれまで。 He is a very mysterious woman in red. Weird. I can't seem to remember. 確かあの連中は不思議で捉えどころがない。クロックボーイ大好き。何もかも突然すぎな。だってこれって夢の中だよね。なんで夢の楽園に人が死ぬの。 I mean, people die in dreams. あの大劇場を見ると、 I used to have really vivid dreams when I was younger of like all my friends dying in really gruesome and gory ways.
I don't know what was wrong with my brain, but it was really disturbing. I would have these dreams like once a month, and I'd wake up and like immediately call all my friends and be like, are you okay? Because I just had a dream that you died.街の人たちは相変わらず、むしゃくしゃする。でもそれじゃあ、ま、これ以上アベンチュリンさんからの要求。今のところ彼一つ気になるのは、なら二手に分かれてこう。気になること？え、あ、ついに姫あ、何かあったらすぐ連絡してね。 No, where are you going? What? Why are you being sussy?お客人、出てきてくれないか。そんなにジロジロ見られると。これは失礼。俺はベルトよ。ベルト。ん？その名前がどうかしたのか。その前に私の名前を聞かないのか。その必要はないだろう、ヨミさん。彼らは何と言っている？ある人は君がこの連続殺人事件の真犯人だと言っている。宴に来ようとしたアナイア・レイトギャングも。アナイア・レイトギャング？映画鑑定のアフリ。惨めな死。あの太鼓は死にゆく体を劣化に変え、その身を捨ててまで信念を貫いた。彼は確固たる。ましてや正体に応じてやってきた不審者は大勢いる。彼らは本当に一振りの兆頭が。君は勘が鋭いようだな。それなら君も理解しているはずだ、ヨミさん。ブラックホールを覗くことは賢明ではないと。潜在正体を明かしてここに来た目的を教えてくれ。さもなければ重力に引き裂かれる覚悟をした。 Like how story wise he's like threatening her, but like game wise character kit meta wise Velt is like nothing compared to Acheron. She's so strong. あなたが信じようが信じまいが、巡回レンジャー、ヨミ。それが今の私は時計屋の遺産のために来た。それだけだ。まだ自分の正体を明かし、明かしたくないというより、できないと言った方がいいな。私の歩んできた道のりはあまりにも長い。誰にでも口に出せない過去があり、人に見せたくない秘密がある。私も、請求列車がなぜ性格を持って銀河を旅しているのか。彼は大丈夫か？あのメモキーパーは。彼のことなら心配はいらない。さっきの話に戻るが、俺の信頼を得られ。その遺産を見つけるため、私はピノコニーについてから様々な無境を訪れ、数々の調査を行った。その過程で多くの客、それはピノコニーの秘密はかつて。だからあなたたちに助けを求めに来た。まだ確たる証拠はないが、一つの可能性なら提示できる。おそらく全ての悲劇の元凶はファミリー。ベルトさん、あなた、ここまでにしよう。君が気づいたことを教えてくれ。ただし、それを共有するのは君と俺の二人だけだ。わかった。そうだ。何か飲むか。出発前に、夢からの目覚めを。これからの話は。At the same time, hotel in the real world. 私は。彼女は宴会場の隅に座り、Wake the heck up. ただ静かに夢からの目覚めを飲んで。そうか、私に。現実世界の客室、あなたの外見と
労せずして手に入れたこのオルゴール、アナやあなたに関する記憶はあなただけのものじゃない。With some help, the dead can be made to speak. Desperados. ぼんやりとしてるけど、最初に招待状が渡された時の記憶ね。すぐに途切れてしまう。奴らは眠りの国に行く。炎の古来。こいつが出るまでもね。栄華艦艇が出発した。かわいそうな人たち。でも。記憶の復元は順調。彼女が来る。どういうこと？この後の記憶は空白？まさかそんな。あなたは誰？あなたは誰ですか？ Okay, that's creepy. これは？いえ、これは記憶の一部じゃない。That previous line was so weird. It was like dot dot dot. It's question mark. I feel like they should have worded that like dot dot dot. This is question mark instead of like it's.ほら、メモキーパーさん。私はコンスタンス。お会いできて光栄です。本来なら、私たちはピノコニーで出会い、共に。ですが、それは叶わないようですね。宴の星は、ダリアを歓迎していませんし、彼女の秘密が欲しいんでしょう。それなら私が教えてあげますから、私の代わりあなたに。 OK 電話。 At this moment, on the other side, switching to Aventurine's POV. 先日スガンニア4は市場開拓部の市長連邦国家の創設。スガンニア4は今ではこの星に定住する知的生命。スガンニア、意志はあっても水はなく、あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら、あなたがこの子の父親を連れ去った時、私は自分が安らかに行くことなど、そうでないなら。お母さん、お母さん、お母さん、ま、雨。そう、雨だよ。本当だった。家に、坊や、聞いて。あなたは幸運な子。祝福し母神が、あなたの体を旅が、計略が、この悲しい世界へようこそ。アカワーシャ。そろそろ起きる時間だ。That's Aventurine's real name. Is he sleeping, standing up? スラダオの君の推測通りだった。Oh, hi. 外の連中は誰もロビンが殺されたことを知らない。それどころか、かすかな噂すら流れてない。そしてテレビではまだ式典。まあそうだろうね。ファミリー、正直僕は信じてなかったんだ。何とか自分で試して、ようやく本当に死なないと分かるまでね。だから確信したんだ。なら
君も記憶域ミームについて聞いたことがあるだろう。死者はロビンの他にもう一人いる。2件の殺人事件？この件の犯人は本当に狂ってるな。ただ彼らの手口は僕が思っていたよりもはるかに強引で、どうすればいいか。大したものだな、ギャンブラー。もう行き詰まったのか。チップはたくさんあるけど、慎重に選ばないといけないからね。 Find a mute as a friend. 一番わかりやすいのは、ロビンは彼女の言うところの口の聞けない人だろ。彼女は声を、彼女が歌の練習で声を枯らしたわけじゃないなら、残る可能性は、彼女は死んでしまった。全負けした挙句、自分を容疑者にしてしまうとはな。現場には目撃者がいたから、ファミリーも一応は君の割り。現状は楽観できないね、教授。ああ、冷や汗が出てきた。この確率を聞いているのなら、あると答えよう。ただ限りなくゼロに近い。 You're dreaming. だが、もし君が我慢、あの男は、あの男、 That man、 Sunday、 公に審問を受け、前者だったとしたら僕が伝えるまでもないだろう。なるほど。レイシオ、今なら確信を持って言える。こうしちゃいられない。今すぐ着いたぞ、朝露の役。要塞？いいたと。ここの所有者にぴったりだな。The mansion この屋敷は名目上サンデーのもので、彼の正体。ねえ教授、僕が君を裏切らないと。見てろ、その支配欲に満ちた大久家の。ついてこい、彼の応接室にある。The character switched to another character's perspective. Interesting. Give me, bird. リスクのないリターン、悪くな。悪くない。そこの二人、サンデーさんに頼まれて。ああ、覚え。何の話だ。君の頭の上のそれだ。前にも言ったが、君には見えないだけだ。はあ、ここは、この先は扉が閉まっている。僕が言いたいのは、セキュリティ上の理由から、前回はカンナという使用人が横の部屋に行って。じゃあ僕たちもそうしないといけ。I'm gonna try to not explore, like get sidetracked, but like, if it's right there, it's right there.Quick look around. Oi, 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 oi. Ah! Oops.My team. It's okay. Aventurine's here. Sorry, you're so so good. Don't mind it. Okay. Did I have a specific team I wanted to put him on anyway?I don't think I did, so I guess this is fine. I don't want to fight. I don't want to fight. Wait.
六羽のつぐみは別々の方向を向いている。Six nightingales facing in different directions. そうだが。いや、ただ。五大クランの中に鷹はいない。いるのはつぐみ。Forward. Right. Left. Turn. Turn. Okay. That way. Right. Left. Forward, forward, right.Oh no, the other way. And left. No, right. Right. That's clockwise. Yeah, buddy.実に素晴らしい発見だ。本気で言ってる？ただの冗談だ。伝わる。中はすごく。忠告しておこう。ここは無境だ。この屋敷のインテリア。なあ、君の言う通り。ファミリー。See that chest right there. Awaken. Give me jade. How do you get to the other side? Oh, down. Okay. Ah, これっぽっちじゃ入場できないよ。待て。どうかしたのかい？間違えたわけ。おいおい、君。これはテストだ。僕の認識が間違っていなければ、この広間で飛び、真面目にやれ。誰も君と遊んでるわけ。うーわ、大きな箱には、お金がたまったら。Okay. 僕もこんな高いビルを建てたいな。I must not get distracted.ここを見てくれ。前に来た時はこんな君の天才的な頭脳なら当然だ。周りをよく調べるんだ。僕が見ればすぐにわかる。はいはい。なんか今の僕たちって A degree in burglary. 侵入窃盗学の学位を取得しようとしてるみたいだね。I love jigsaw puzzles. No, no, I don't want to fight.
No, please. I'm gonna have to. Don't do it! Sori, you are so good. Isshin-doki! Snuck past it. Mizuketa, are da. See stuff for Hanu. Find all the scattered jigsaw puzzles. Bubbles. Ugh, gotta fight. Undamesta iko. Fight. すべてを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。頑張って。総理、世を注がん。好きに使ってくれ。頑張って。動じないで。答え見つけてごらん。Maybe I should switch teams to like include maybe the those enemies with the shields have ice weakness.
Oh, HP drain. It's fine. Let me just go back to my previous team. It might take a little longer, but it's fine. My trustworthy Dan Hung. Okay. Hanu. It's morphin' time. I'm so glad they added that rocket launcher. Oh, not bad. Ah, yes, I will hydrate. Thank you for the redeem, Fufu. Hydrate. Hydration done. Wait, didn't I come from over here? No, I did not. Wait, I did. What? Do I go back to normal now? Oops. I didn't mean to press that. Plate にはガリバ。僕が君なら今すぐ口を。で積み木を積んでるみたいだね。ほら、ぴったりやって完璧だ。And now we enter. う、嘘だろ。体が小さくなった。His voice cracked just now. 小さ、小さな。ま、ここは教授。Doctor, you're huge. まさか箱庭の中に入ってこんなに小さくなるなんて。いっそのこと、このまま出るのはどうかな。隙を見て僕をサンデーの服の中に入れるんだ。そうや、冗談だって。とにかく扉を開ける方法を探そう。 I think Dr. Ratio really likes looking down. Look at him. He's like pleased. He's like, yes, tiny, just the way you should be.Burb.
Thank you for the raid. Hi, welcome in. Oh, whoa, 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 enemy. Yippee. Hi. Ah. I just want the chest. Leave me alone. Okay, where am I going? This way. Puzzle. No, I have to go find the pieces first. Where did markers go? Let me look at my map. Oh, the other way. Okay. So far, I'm not that far into it, I don't think. And I have a lot of questions, and why is this dude just like standing like this? I don't really know what's going on. Konnichiwa. Kiban Moke Yokoso, Watashiwa, Okuhe. Kiban Moke no Gaido Tanto Stimasus. Give it a kick. Yorokon de Otes Gaido Se Se Stimas. Sai, Sai. Kick it again. Moyo Watashino Haigono Gacha Moke O Gonkudasai. Sai. So they're all like. Oh, they're like little dolls. Nani ga nanda ka? Family no omocha tte atari ya nano ka? Boku wa nani mo shite nai no ni. Gacha no moke da. Oh? That's so scary. Giant hand. この模型は内部構造まで本物の建物そっくりで。Oops, I wasn't paying attention. Clearly. I was just like, wow, we're small. こんなミニチュア模型を朝起きたらすぐ目に入る場所に置いてるなんて。ピノコニーの巨人にでもなったつもりか。Oh, I... Hot, 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 hot. I thought they were gonna like walk over him. That would have been really funny. Wait, am I going the right way? No, no, I'm not. This way. No, I have to fight. No, I don't have to fight. Let me just grab this. Oh, but I want this chest over here. And leave. Okay.Taco Bell? Yum yum. I haven't had Taco Bell in a really long time, actually. Go back? Is there some collect? I have to fight to collect it? Wait, I thought I collected it. No. Okay. Undamista Iko. Unji, Yosei.Just trying to avoid all the fights.上の階に飛んでいったかけらがある。ピンボールマシンを使ってあそこまでジャンプしないと。でもそう簡単にはいかないんだろうな。I mean, couldn't Dr. Rishio just pick Aventurine up and place him where he needs to be?
The birds are so big. やっぱりここにある教授、また君の知恵を借りたい。大声で叫ばなくても聞こえてる。2 minutes before reset? Dang. Wait, bird? Oh, no, bird painting. Bird painting. No, leave me alone, leave me alone. Where am I going? Bird! No, ambushed. Oh, this is an interesting team. I hope I don't die. Kotaete miro. Minus done. Sorry, you're so so gone.動じないで。答え見つけてごらん。さあ飲め。テス。頑張って。やっ。Okay, no, please don't. I'm on my deathbed. Let me change my team. Hold on.またしばらく同行。Okay, now we can fight. I don't want to, but I don't want to be ambushed again. 動じないで。総理、世を注がん。天使を授けん。答えてみろ。0点。知識は尺と真理を探り、誤謬を根絶する。どんな結果であろうと俺が背負う。 Now I can pick my birds in peace. これだ。楽しい一人の時間というのはあっという間に過ぎ去ってしまうものだな。Wait, was I? Where am I in the story right now? How do I quest log? Literally, he just picked Aventurine up. Yaoi hands. That's Dr. Ratio right now. Big ol' hands. Maybe? Lay しよう。君も中に入って見てみた方がいい。本当に壮観だから。今なら僕をひとひねりにできるだろうね。君が同意するなら今すぐ実行に移しても。If that's your wish, I'll do it without hesitation. Oh wait, I no stop. I need to grab that piece. これで全部集まった。楽勝楽勝。I need to get here or here? Both? Fight.
Okay. I think this should be fine. 運試しと行こう。運気の魚水。頑張って。さあ、飲め。総理、世を注がん。様はなしだ。全てを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。どうしないで。覚えておきなさい。頑張って。答え見つけてごらん。さあ、飲め。これで全部集まった。楽勝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 。おお。I mean, not really, but it has crit damage on it. Rotate? No, close. No. Activate this one. Rotate. Oh, I need to go back down here to get on the second floor.Wait. No, the last piece is down here. What was on the second floor? Close. No, activate, rotate. How do I get up here?Oh, close. 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 Activate. Here we go. I saw this. Is there anything else over here? A puzzle. No.総理、世を注がん。動じないで。超期待さ。一心同期。これで全部集まった。楽勝楽勝。Okay, can I teleport down there? Yes.Kind of. Run! Oops. Okay.楽しいおもちゃの街の旅も終わりか。ちょっと名残惜しいな。ピノコにも悪いことばかりじゃないだろう。今回の面白い出来事はカードテーブルでの話のネタにしよう。 And we're big again.
Okay, before we continue, I need to take a restroom break, so I'm going to run a 3-minute ad while I'm gone. I will be back in a few. Okay, I am back. Continuing on. We have escaped the little dollhouse. Kimi ga ikite hako niwa kara deru no o miru to. It's a pity you made it out alive. Zannen na kimochi ni naru na. Sunday wa kono tobira no open. Sunday is just beyond this door. Sunday is just beyond this door. Kare wa hitosuji na dewa ikanai ai. Mochiron.君の計画を計画なんてないよ。I don't have a plan. ただ臨機応変に動くだけ。君は本当それ僕の誠意が足りないってこと？わざわざ強調する。そして僕は彼のために殺人犯。なぜ彼にはできないと言い切れる？理由なら単純なものさ。君が以前矛先を。あれは口実だよ教授。あの人は怪しかったから誰かに牽制してそれに。彼女が何者かをでも正直に言うと殺人事件と彼女は無関係だと僕の見解に変わりはないきっとファミリーの内部で何か問題が起きてるんだそうじゃなきゃサンデーが水面下で私的な面会をセッティングすると思うかい見ていてくれロビンの死をチップに自由と力を取り戻してみせる最後には
この扉を通って勝利のチャンスが手に入るなら、たとえこのギャンブラーめ、何を根拠チップ、オールオアナッシングだ。オールオアナッシングサンデー。私の用意した謎はあなたには簡単すぎたようですね、カンパニーの使者。お世辞をどうも。Look at his mouth. あれだけの手間をかけて歓迎してくれたことに感謝するよ、サンデーさん。ええ、これは招待ではなく呼び出しですから、おそらくあなたのそばにいる白。ああ、そのことは僕よりも君の。ええ、先日教授はアベンチュリンさんの後期。今あなたの人となりがよくわかりました、アベンチュリンさん。あなたは勤勉でか。ですが一つ聞かせてくれませんか。あなたの才覚が誤った方向に使わ顔色があんまり良くないね。もし違う、私の理解が間違っていなければ。その理解で合ってるよ。腹の探り合いはやめて、妹さんのことについて話そう。彼女、さらに恐ろしいのは、彼女はもう歌うことができないという。今君の高貴な身分はかえって枷となり、犯人を捕らえて妹。でも心配することはない。アベンチュリンさんがそう思ってくださるのはとても光栄なことですが。ああ、今回のことで君が何かを失うことはない。僕はただ自分のものを取り戻したいだけさ。好みの自由。 Have a good shower. ファミリーが保管している携行品、奇跡の入った箱。その通り、奇跡。戦略投資部の貴重な資産、孫悟の指令の体験が収められた聖な。それほど貴重な品なら他の。でも君も知ってる、アベンチュリンさん、あなたは外にいる時常に自分の身だしなみに気を使う。もちろん。そうですか。ですが私は違います。私はいかなるリスクも犯さない。少しも相談の余地はないのかい。二度も断らせないでください。わかった。じゃあ謝礼金だけ返してくれれば。思っていたより妥協するのが早かったですね、残念ながら。あなたがすっぱりと諦めたあの箱の中には一体何が。三つのカンバセを持つ魂、その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。何をした。調和の光の下ではいかなる罪悪も隠すことができません。ソに光を降臨させるよう願い私がその代わりにあなたに質問していきます。僕が答えることを拒否したら。それでは調和があなたを拒絶するかどうか質問。あなたは奇跡を持っていますか。ああ、簡潔な回答ですね。あなたも多くを語ることの危険性を理解している。あなたはピノコニーに来た時、奇跡をファミリーに渡しました。ああ、あなたがファミリーに渡した奇跡はあなたのものですか。ああ、今あなたの奇跡は。ああ、あなたの記憶はいかなる形でも改変または削除されていないと誓います。ああ、ベンチュリン sounds like he's having a tough time。 スガンニアのエビ金属ですか。ああ、で、そんなことまで知ってるのかい。エビ金人は自分や他人の思考を読み取ったり改変操作したりする能力を持っていますか。ないね。それが何か関係あるのかい。あなたは自分自身よりも家族を愛していますか。 Whoa, that question came out of nowhere. ああ、エビ金人は全員ある虐殺によって命を落としましたか。いや、あなたは一族で唯一の生き残りですか。多分ね。
あなたはこの世界を憎み、自分の手で滅ぼしたい。わからない。興味深い。では最後の質問です。あなたは今、砂金石が無傷でこの箱の中にあると。もちろん。答えは出たようですね。箱を開けてみてください、阿部。どうぞ。Oh, evil. 探していたものですよ。Empty. Hours ago. 約束通り来てくれましたね、博識な教授。Betrayal from Dr. Rishio. このドタバタ劇の中でファミリーの味方になる。なぜ僕を引き入れられると思うんだ。聞いたところによると、あなたとアベンチュリンさんの関係は決して良好とは言い難い。それが分かっているなら、一人前の学者は自分の立場をわきまえ、つまらない尊厳のために大事なものを。もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう。アベンチュリンさんの計画の全部。君たちは彼の軌跡を取り上げたんだろう。しかし、戦略投資部の10名のエリートたちには、もう少し分かるように。アベンチュリンさんが差し出した軌跡は。彼が他人の軌跡を渡したんじゃないかと疑っているのか。ですが、彼が狂ったギャンブラーである。彼と同じ考えの奴がいるとは思わなかったな。 Honestly, you should see her shrink. 君は一度精神科医に箱を持ってきてくれ。軌跡が入っている箱は特別な。お願いします。残念ながら君の推測は正しかった。金色の石ですか。これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。銃の。そしてこの金色の石はトパーズのものだ。別名は黄玉。砂金石。トパーズストーン。どうする。彼を問いただすか。まだその必要はありません。それよりも一番安全な場所、君が絶対に思いつかないような場所だ。そもそも彼は隠そうとはしていなかった。They look like baby bottle pops. あの奇跡は君の手の中にあった。なるほど。このバッグ、命よりも大切な奇跡を安っぽい宝石。そして後で何かしらの理由をこじつけ、君の注意をそらして謝礼金を取り戻す。博識な教授、ご協力ありがとうございました。ならず者については相応の恥辱が与えられることを願いましょう。あなたに目の肥えたご友人がいたおかげで、あなたのキャリアに完全な失敗を付け加えることができました。レイシオ、この野郎。Betrayal. 本性を表しましたね。ついでに言っておきますが、今のところあなたに残された字。もう少しはっきり言ったらどうだ。先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。
あなたは神の光の下で忠誠を見せるべきでしたが、身勝手にも嘘をつき、これが調和？それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目な者のためにあるもの。この17システム時間、あなたは無境から出ることも、仲間と交流することもでき、成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すればエターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから先ほどは今のところと言ったのです。どっちに。確かに私はファミリーに潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。その時が来たら、あなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち二人の判断が一致するか、あるいはあなたがより恥知らずな偽善者め、僕の全てを奪った上に真実を教えろだって、そんなの不公平だ。これはあなた個人の正義の行動、ファミリーの助けを借りるべきではありません。どうぞ、あなたのバッグはそこにあります。さあ行ってください。フリーアベンチリンさん、あなた but not actually free。つまりこの階ただの死刑だったってことか。 He's so angry。 まさか、アベンチュリンさん。ああそうでした。行くまだ何かあるのかい。あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼ。関わる者どこに行ってたの？それを取り返しに行ってたんだよ。あの人たちのところに行ったの？弟のあなたはいないとダメなの？お姉ちゃん、そんなに怖がらな。あいつらと賭けをしたんだよ。砂漠の2羽の鳥と、あいつらは僕がイカサマしたんじゃ、うん、あなたなら勝てるだろうね。でもだからってカチカジンと張り合っていい理。これはただのネックレスだけど、うん、お姉ちゃんごめんなさい。もうこのもちろんネックレスは大事だけど、私苦しみと貧困はチボシンの試練。でもチボシンは、あなたはチボシンの祝福を受けた子供で、一族を幸福に見つ、うん、言うことを聞いて、うん、分かった。でもお姉ちゃん、お父さんがリュウサに飲み込まれた時どうして助けてくれなく、お母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、お姉ちゃん、みんな僕のことを賢いって言う。僕たちは一体どれだけの過ち。 Returning to Trailblazers POV。 申し訳あります。アイリス家のファイルにはそのような役者の情報はないようです。想定の範囲内ね。ドリームプールの記録のことでしょうか。装置はリアルタイムで心拍数。申し訳ないのですが、ここじゃ何も。少なくとも次に。アレさん、いろいろ大丈夫。それはええ、きっとそうね。やっぱり誰もロ。でもそのホタルって子も謎めいてるわよね。彼女は遺産争奪戦の参加。ホテルの客室にあるドリームプールのメモキーパーは常人には理解できない能力。そして性格ハンターのハッカーはガーデンオブリコレクションに性格ハンター。君たち、ブラボー作戦チーム指定の位置にと武力避難。リーダー、もしかしてよ。お前に何やがる。そんな勘弁。ねえ、あれ見て。宿泊客の皆様、痛い思いをしてもすぐ忘れるんだから。君たち今すぐ彼を部屋まで引きずって、後で会議を開くからね。トパーズ、まさかピノコニーで会えるなんて。久しぶりだね。請求
大丈夫、彼らの言う通りにして。はあ、見ての通り、ピノコニーでカンパニーは招待状を持ったアベンチュリンだけがパーティーへの参加を認められて。だからアベンチュリンさんはあちこちで彼の状況はあまり芳しくないって聞いてる。ありがとう、トパーズさん。それなら、I didn't realize that her shirt was like about to bust open. Look at it. Chloe. 俺たちは長官からの命令。私たちは前にミスを。なるほど。用があるなら早く言え。あんたたち知り合いだったんだ。そうそう、うちら。それはこら、保安官な、何が。そうだ、協力する気はないみたい。なら直接。 Time to go find Gallagher. Gallagher, where am I going? Oh, I need to talk to. No, I don't need to talk to Topaz. アベンチュリンと取引してみて。あの人はああいうスタイルなの。オールオアナッシングが口癖でね。でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。Well, he lost the gamble earlier. 成功してるし、二つの事件については。I didn't realize Topaz was so tall. Well, I guess not really. Sparkle is just short.Okay, head to Dream's Edge to find Gallagher. We're on a different chapter now. When the sacred Ginmill closes. Go! Really, it's a very strong security. I think they're very difficult for the incident. Galago! Hey, those two, wait a minute.あんた、ピノ。That's right. It's a me, Clocky. それ、じ、いやいやいや。間違いない。この前。今回は何があってもミノ。ちょっと待って。そのギャラが。俺たちは保安官に。だからそれで。ダメだ。さあ、帰って。迷惑をかけてごめん。他の方法。もう一回やってくれない？お願い。ファミリーの名誉にかかわかったらかい。この保安官の命令はただの例えだ。警告だ。ねえ、このやれや。やめなってば。抵抗しても無駄。動じないで。答え見つけてごらん。総理、世を注がん。また同じことが繰り返す。この人だが今度なんかまだ解くつもりはな。I know I should probably make him happy, but I want to see what the other options do. お前たち。ごめんなさい。いや。それなら。いやいや。まだ解くつもりはない。Fine, you can be happy. さて、今のに任務終了だ。Time to clock out. Hell yeah.少なくとも彼がやけに騒がしいと思ったらあんたらだったか。ようこそ。こんにちは、ギャラガーさん。ああ、知らないわけ。俺は黄金の時でいい。あの子のことは。それも私たちが。まさか七死人が。ファミリーが。いや、どんなに美しい。何かをほのめかす。まさか事件について話したいんだろう。
this moment's on the other side. あんなに恐ろしい事件が起きたというのに、we're back here. この夢調和のファミリーを除いて、ここファミリー自体もファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの面白い例え方だ。だが、に巡回レンジャーの言葉とは事実を指摘して、どうしてそんなことを言う。美しい夢は崩れつつある。何の代償も苦痛もない。あ、しかもその最後は今回の旅では、もちろん、ただの癖だから気にしないでくれ。なるほど、これで十分だ。ピノコニーで起き黎明の時、無境の華やかさの裏には、だが彼ら、私はそこで一人の少女に、でだがあるり緊迫の時、ああ、あそこでは、だ他人と話をしようとするその金庫を、ブルーの時はとてベルトさんも聞いたことがあるかもしれない。私はそこで湿った海か、やがて結局流行贅沢なら、夢を実現するため、私はそこで自分自身、そのオムニックは合計12回競り落とされ、そしてそのこれが私の、以前ある人に言われたことがある。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇夜を見た。人々のために時が止まり、だから美しい夢の、もしかしたらそうかもしれない。No, I accidentally skipped it. Let's see. Perhaps, but if this is indeed the world that people desire, if this is precisely why life chooses to slumber, should we still seek to change it? Honestly, I don't really know what's going on. What these two are talking about. 俺の故郷に一人の男がいてな。世界が癒えない傷に苦しむ世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人。その後、その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の図れらは、災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が想像した理想郷で安らかな生涯を送った。そして、精神のアダムは、だが、今あなたはここに立っている。つまり、その男は人は常に未来に向かって進み続けなければならない。そしてその男も決して失敗、彼は神話における太陽を追うものだ。彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。無数の人々が彼の体を、七死人の開拓の、ありがとうベルトさん。おかげで、あなたが何を確認したいのかが分かった。私も旅をしているとき、異なる世界で、完全に同じではないが、あなたが描いた物語は、私の過去と数、私は、その男の命、はあ、私は、あなたの知っている人ではない。故郷も、あなたたちの世界のように、それは残念だ。いや、あなたの、だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、ベルトさん、その質問に答える前に、あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔、彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き、大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も、では、そうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、なぜ私たちは光に、Asking some deep philosophical questions that I don't have an answer for.
She's still here, just staring at this ringing phone. ピノコニーを楽しんでるか？この声は…あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど。Boot Hill? 俺の弾丸はすぐにあんたを見つけます。It's Boot Hill. その前にピノコニーで看護系を見つけて…で偽物？なるほど。あなたは誰？ああ私は…おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。何を言っているのかよくわか遺言状を書いてほしいのか。遺言状なんかじゃないわ。あ、彼女は純子の運命を歩んでなんかいない。あなたこオーケー。まさか味方だったとはな。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオークを買って。あの女の過去、んなもん誰も知らねえよ。存在するはずのない指令だ。顔色が悪いな。これこそが君の望む結果だと。もうダメだと思う。凡人院の天才が。戦略投資部の連中も君の不法を真っ先に受け取りたいと思っている。分かった。じゃあ、またそんな大口を。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいて、謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れ、自分の惨状を復唱し、僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？君は僕を一度裏切ってるんだよ。教授、自分の行くべき場所に行くといい。ああ、だがどうするつもりだ？さあ、それはどうだろう。君は狂ってる。もういい、これを持っていけ。 Why does this look like a baby bottle? 死ぬ直前にそれを開ける。 Like a really fancy one. そうすればきっと僕に感謝。これはなんだ？人に事件を調べさせておいて、手がかり一つくれないなんて。でも、あの密航者のために落ち着きを失っている君たち。It's a scroll. Doctor's prescription. Unveil it in a moment of life or death.Heaven is a place on earth. Is it really? Jumbi no uta ga ginga de. Ah, kirei na. Sore wa. Anata. Un, kitto iku yo. Shi? Jitsu wa, boku wa tabloido shi no. Tada no uwasa de yokereba. Shi to wa kankei fumei no konsui datta mitai da kedo. Saigai saigo. Arigato.眠ったまま起きなくなった。夢の中、頭の中に何かあるような感じがする。調和の影響が。やれやれ。お前さんは、お前さんたち若者は朝から晩まで木をてらうことばかり。面白いシーンならもうすぐ始まるよ、おじいさん。これはこれは、また死。そんなテーマはとっくにした。ひどい出来で、目がたくさんある怪物。それだけ？他に何があるというんだ。そうだね、目がたくさんある怪物。あの記憶行きミームに似てるけど、頭の中の声が強くなってる。ぼっち酔っ払えば夢を見な。お、それとも俺を憐れん。スラーダは飲みすぎない方が。おっとスラーダの悪魔。いいぞ、あいつらが言うにはそれは。ファミリーに入る前はみんなこうして苦しめられたのか。ぼ、安全にはご注意ください。
あなたは。いや、大丈夫。まだ。わかりました。ああ、実は聞きたいことがあるんだ。密航者。そっか。やっぱりファミリーは。Aventurines going through it. Oops, no, I don't want to play this right now. 私と話がしたいんです。お金を持っている人、あなたも体を覆う金箔を分け合って。王子だなんて、それは持ち上げすぎ。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。その局長は。理由は大したものじゃなくて、よく考えてみたら、それも一理あるかと思いまして。それは。Stussy noises.僕に。これは大した金額。本当に、ま、落ち着いて。いや、え、どっちで。へえ、君、父さんはオムニックだから。そのもスラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？君か。ロビンが死んだ後、テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？はあ、あんなあからさまなヒントをあげたのにな。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の利けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君じ。どういう意味だい？花火より君の方がよく分かってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの。分かってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠。でもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふーん、愚者。僕がこんなチャチなバッグを持って街中でや全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってた。なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ、本当にロビンのことだったのか。もしいいやって言ったら。ありがとう、その言葉がこんなに親切に聞こえた。なるほどね、花火君を見くびってたみたい。教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。愚者、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味。もう一つ。そっかそっか。よかった。また花火の大好きな。いや、これまでに見つけた様々な痕跡から、それが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた二つの問題の。16システム時間？本当に足りるの？
それならもう少し君、はい、これあげる。 Mutually assured destruction button。 相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。君は花火にはそれ残念だけど、君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスではその時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね。この後に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも絶対花火をがっかりさせないでよね。Oh, prisoner of Entrain. 戻ったか、35番。商品コードもお守りになるのか。黙れ、発言を。あの黒いスーツの連中は多くを語らん。だが、俺はお前が幸運だと。お前への最初の命令はいた。そいつらとゲームをしろ。狂ってるな。は。購入費用が無駄になるのが。金なら有り余ってるからな。君だが、お前は見た目が悪くない。いくら使った。ああ、僕の価格さ。ふん、知りたい。60の半分、3。だが悪いな、お前はただのチップ。オールオアナッシング。Back to Trailblazer's POV. あんた、あたしなら一日メニューには何でもの。何が飲みたい？見て。I think she is Serval. セーバルって誰？あ、聞こえ。あんまりそいつらを年を取ったから。それなら全部カウンターの。ああ、そのつも。事件の話を。バーの中。ここは無教だ。うちのこと可愛い。現実世界でも。そうすることで。つまり、な。Collect ingredients for the drinks. Why do the heathen rage? Mite, この半琥珀金、こんなの人に飲ませたら、え、これ固まって。私のコレクションのシロップが気に入ったの？じゃあ。と。これはカクテルに使う。何か出してこ。うん。Can I just give it trash? Nani してんの？幸福は癒し気も。結構集まったね。これで足りるかな？どいて、脂肪によ。アミーチ、言わなかったっけ？でもあなたには才能がある。きっと一緒に行きましょう。わ、見ての通り。わかった。ちょっと待ってなさい。Pow pow, clockwork. あなたが死亡のお客、一体どう。 I'll make you happy.
った。私と観客たちは拍手。この光景は何度も見てきた。ねえ、乾杯しな。ピカ、white grape soda。ピカ。まだいなくなりそうにないな。Oh, that wasn't right. Okay, I'll try angry. 全部愛。私なら彼女。一体どうして？Be sad, cry. 私は臆病で弱虫。あなたは。死亡のか分かってるわ。もしかしたらこれは飲み物だよ。アミーチは帰った。これ準備ができたらギャラガーの。あれこれ言ったが、各バーの中を見て。へえ、はい。面白いものを持って、それぞれの飲み物には。I didn't find the recipe for Soul Glad. Oops. That's okay. I want to make dream syrup. ベースを選んだら次。With a bright future. 美しい未来。ずっと忘れ。ミハイル。これでいいな。次は。Coin-shaped lemon slices. 宇宙企業のよし完成だ。What does it look like? このエルドラドでお前に敬意を示す。エルドラド。夢。金色の美しい。やるじゃないギャラが。この味。豊かな味はこれが何を意味するのか。残念だが、それの持つイメージは。この本当の味って。ミハイル。そうだ。どっかで聞いた名前だと思った。Hi, welcome back. いろいろさ、事件について結論から言おう。俺も彼女に騙された。My age must be getting the best of me. How old are you? だが宴の星では密航はそれほど珍しい。ところが結果はその子は忽然と姿を消え、それって Death eradicated her. 34k break on like one enemy or いや、それはありえない。はっきり言うが、She never existed 彼女の状況は初めて。それ見られた以上、もう隠す必要もないな。この程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。Wow. 夢の中にも予期せぬ死はあるが、それがどうした。そんな気、本当にこの事件について詳しく調べたいなら、ファミリーの方。そこでさ、鋭いな。夢の中で不可能を見届け。ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出した。ちょっと何笑って。俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。まだ推測の息を出ないけど、正直ピノコニーの父が。そうか。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、そこでさらに聞きたい。時計屋はそ。あんたたちは。今ならなぜ大奥家が七使人の調査の協力を依頼しておきながら、あそれは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく、ミハエル、ファミリー。Sometime later。ほら。クラークフィルムラ時計屋の話をするん町の文化ってのはピノコニーが昔そしてちょだがな彼こそがブラザーハヌだアンヌーヌエー無教の町の兄貴分平和歴史とは常に勝者によって書かれるものだが芸術的このキャラクターたちはこの辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね封鎖命令が出たばかりだからな。Oops. あのサンデーが事件に下したらしいが、一体何をするつもりなのか。Sorry. Sorry, not sorry. Okay, no, don't get distracted. But I see
right over here. ほう、ずい、いや、中は人が多い。さ、静かな場所を探して話を続けよう。ここにするか、クロックボー。そのアニメキャラたちが現実世界にもいる。彼はブラザーハヌの仲間で、美しき。それは壮大な独立戦争だ。当然、その中。でも、そうなると、時計屋は。わからない。俺が。保安官さんって何歳なの？ How old are you?13歳。 13, the capital T. ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。 100 years old. とぼ、だが、歴史上。だから彼は。でも、さっきの説明で。俺は彼の仲間じゃない。だが、確かに俺も裏切り者ではある。何をしたの？俺は何もしていない。かつての俺には、あんたらと同じように、ミハイルは年を取ってたから。もう自分の子供を守ることができなかった。奴らは対外的には時計屋の名声を称え、それでも俺たちは彼の名誉を取り戻したいと願った。だが俺たちは負けた。長い時間がファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだ。とても気の毒な話だと思うけど、どうやら時計屋の名を継ぎ、残念ながらこれだけの年月が経っても、これで分かったか、なんで俺がここ。俺たちが探して、それが本当にミハイルの幽霊の仕業なら、ちょっとは。さて、俺の知ってることは、うん、スタジオの方で何かあった。皮肉なもんだな。今ギャラガーって、ホタルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて、Family isn't all united. Death is related to the Watchmaker. Clocky is based on the Watchmaker. 今回の調査で、yep. これまでに立てた推測を検証できた。Switching to Acheron's POV. 仲間が心配してる。いや、ただの業務連絡だ。このまま進むと、これまでの道のりは順。まずは話を聞ける。この扉は開いているようだ。待て。シロ、自分の気配を少し薄めた。なるほど。インスタキル。I should probably change my team. I don't have a team for Acheron, so.Hodgepodge team. Let's go. Okay. Can I go through this? I can, but that's not where the story wants me to go, so I'll come back. Kill! Oh, I just want one, though.Is there a way for me to get just one? Dang it. あの箱庭の模型は黄金の時だな。ここの足跡は他の場所と違って二つあるな。少し前に外から来た人を通ったのかもしれない。Oh, I was here earlier.
with Aventurine and Dr. Rishio. Oh. Big enemy. She's so strong. Monster の体から。これはメモ。朝露の館の死、多くの人手を必要。だが理屈で言え。つまり誰か。あ。ここにも誰もいないな。Just. 誰もいないなら勝手に。A letter from Robin. Dear brother, how are you doing these days? I had intended to visit you at Dewlight Pavilion as soon as possible upon return. Busy schedule. I refrain from troubling you. An urgent matter compels me to share something with you immediately. I've experienced a peculiar change in my voice. Thought it was exhaustion or illness.Perfect health, dismissed my concerns. However, my voice worsened over time. Periods of complete voice loss, private investigations. The harmony in Pinacone is not pure. Powerful external forces pulling the strings. Further investigation led to the latter conclusion of the senior member, a senior member of the family is involved. Alarming discovery, a traitor has emerged within the family. One of the four family heads. But I trust you, dear brother. Monitor the other family heads. You're the only true family member I have left. There's another matter that requires our attention. The meme.Won't take too long. Please take care of yourself. Specialties from other galaxies. Your sister Robin. 列車のみんながピノコニーに到着した直後、ロビンは調和が何らかの干渉を受けているせいだ。それはつまり、ファミリーの中に裏切り者がいる。それもサンデーさんが裏切り者を捕まえられずに。裏切り者。この公園水は厳重に保管されている。So cute, baby. きっと彼はロビンさんはインタビューで彼らの関係は人は成長の過程。ああ。List of death's victims: Ansorol, a male Halovian; Mori, a male from Shenzhou.Emaka, a female human. Weber, a male Pepeshi. Chemet, a male Pepeshi. Dekem, a male human. Kaisha, a female Foxian. Kambega, a male bloodhound. This is a lot of people. Janet, a female human. Monk, a male Intellitron.Annette, female Pepeshi, Chloe, Carissa, Dorian, Marlo. Over 100 cases. Oh, wow. Robin, okay, that's a lot of people. そして他の死者の。どうやら噂は正しい。彼はただ。List of suspects. Ryan.Percy, Reshi. All from, these are from the Oak family. Connor, Professor,
Doriani, another professor, Pududu, researcher, Benny, Nightingale family, a lot of Nightingale family, Sir Whittaker, some Iris, a lot of Iris family, Borage, Bloodhound related people. Wait, we'll see. We've met him. Alfalfa family. Bunch of them from Alfalfa family. 52 suspects. Sandeva. That's a really long suspect list. Sandeva-san ga konkai no. A letter from Alfalfa. While you're convinced that death is connected to the Watchmaker, I've met the Watchmaker many times. Long before the Dream Master adopted you and your sister, I've never found any evidence linking him to the meme. Basically, just like, bro, calm down. Sorry about your sister, but like, calm down. Like, what? Where's the empathy? Pinokoni no yume no aruji mo. Karera wa shi o amari iki. Hoka no toushu wa. Koko made ni shiyou. Mon o hairu made wa family o aite ni suru. Kyou tsukero. Kyoka naku tachiiri kinshi no basho ni hairikomu to wa. Junkai Ranger no. Sumanai Sande-san. Tatoe demukai ga nakatta to sochira no Junkai Ranger wa tomokaku. Ore tachi ga koko ni kita no wa. Cho. 大丈夫だ。彼は。真実は未だ明らかになっていませんが。Yeah, just whisper out loud for him to hear. 私たちはそれのすぐ近くまで迫っている。俺も早く正義が明らかになればいいと思っているが、個人的にサンデーさんに教えてもらいたいことがある。率直に言うが、調和セレモニーの開催。他の当主もあなたと同じような疑念を抱いていました。むしろベルトさんの疑念をそのままお返しします。アベンチュリンさんは商人であって慈善家ではありません。ファミリーは今でも人々不足の事態を。His little uwu mouth is so cute. ビルポインターホットラインによるこの詐欺事件はスターピース。本事件の容疑者はズガンニア4出身、かつ第二次カティカ戦略投資部責任者ダイヤモンドの指示のもと。本当に綺麗な目。Jade。教えて。それは夜に。もしそうなら、とっくに売り払ってるだろうね。あなたの目が永遠に閉じられることをどれだけ多くの。あなたを弁護する度胸のある弁護士はいないわ。それは別に難しいことじゃ。自分の弁舌によっぽど自信があるのね。僕は望みを叶えてあげただけ。君たちは運が良ければカンパニーはエイジハゾの交差の中からあらゆるものを掘り出せただろう。砂の王の残骸すらもね。君たちは運が悪かったんだ。What is this supposed to mean? Is this supposed to have an apostrophe like if your luck is out or if your luck's run out?Your luck has run out. If, what? English? その点は否定しないわ。でも、レディ、僕は自分の欲しい。僕の命だ。それで、君たちのラーナに会わせてもらいたい。その後は？金が欲しい。そんな簡単。そんな簡単な話さ。三十タガンバ。ちょうど僕その金さえあれば。僕は君面白いじゃない。でも残念、ダイヤモンドはあなたに会いに来ない。あなたは間違っている。カカワーシャ、いい名前ね。残念だけど、さあ自分の好きな服と肩書き、あなたの計略が。命ってのは長い投資みたい。一生正しい決断だけをする。地母神が僕を守ってくれているから。でもこの難関を突破した後、
今度は何が待ってるんだろう。大博打の後に僕を待っているのはもっと大きな賭けだったりして、一回また一回と成功した後、数えきれないほどのチップを手に入れるのか、それとも一回の失敗で全てを失うのか。もう答えは分かってるだろう。卑しいギャンブラー。どういうことだ。僕は夢を見てるのか、それとも完全に狂っちゃったのか。多分その両方だろうね。もう僕のことを忘れたのかい。いい間にかの軍閥に電気椅子もういい。僕は狂ってるのかもしれないけどバカじゃない。僕の頭から出ていけ、調和の新生児。Okay, sorry, I need to... Is this not on audio anymore? I will be right back.君よりも自分のこと、君が望んでいることをよく知ってる。君は死にかけてるんだ。そして死を前にしてもなお不運な人たちを道連れにしようとしてる。だからここに来たんだろう。盛大なショーなんて本当に自分にできる。どういう意味だ。君は全ての人、僕が証明してあげる。歩きながら。君は一体何者なんだ。この世界の大半の人たちはある一つの結果にたどり関わし最初は幻聴、今度は幻覚か。本当にすごいな。次ピピ詩人が一人いるだけ。いや違う、子供か。確か黄金。どうしたのお兄さん。 ありえない。綺麗でしょお姉ちゃんは。は君は。お父さんとお母さんは。僕もう行か。あの目、それにマザーフェンゴ。いやありえない。もう宇宙にエビキンジンはいないんだから。お父さん、お母さん、待っててね。そこがもうわかん。でもみんなそんな。だから君はホテルに。君の話と比べ。僕が本ちょうどあの教授に言及。図星だった。みんな君が下大したものだ。人前でボロ。ソンゴのた君な。もういい。はいはい。
とにかく僕じゃない。あれ、かくれんぼするの？僕かくれんぼが一番得意なんだ。かけてもいい。あの服はあれはた僕は最初。いや君は変わっ、あの子はこの中にいるのかな。おや、彼女の奇跡。僕はただあの羽頭が君を嘲笑うため。奇跡の色はクリフォトの生体の光と同じ。よくここれはただのなあ。だから君はレイショーの。そもそも彼はあの真面目陰鉄なオーク家の当主、異常なほどの支配欲を持っている。だから君はレイシオを彼に合わせ、わざと計画が漏れるよう仕向けたんだ。相手に疑われないよう。そして最後、あの当主は君が仕掛けた餌を通じて僕、君は三つ目の奇跡を隠すことができる。僕の頭の中を勝手に覗くな、クソ野郎。君の頭？僕たちの頭の間違いだろ。君は僕であり、僕は君。人前でボロを出さないようにするには、先に自分を騙すのが一番。これはサンデーが持っていたもう一つの奇跡だ。とても綺麗な緑色で、これの名前を…じゃあ僕が思い出させてあげよう。砂金石は幸運と計略の石。君、砂金石は珍しいものじゃないけど、ある宝石と色がよく似ていることから、その宝石の代替品として使われることが多い。翡翠と呼ばれてる。あのサンデーでも見抜けなかったんだから、翡翠も砂金石の代わりとして使えるみたいだね。アベンチュル、トパーズ、ジェイド、三人の…言っただろ、チップ三、前者なのか後者なのかは。それで本物の砂金石は？ただ君の口から聞きたいだけさ。 You really want to get this chest back here? なら君の望み通りにしてあげよう。そう、君は出発前、その見た目君の支離滅裂な人生にそっくりだな。どんなに輝かしい外見をしていても、中身は価値のない石ころ。こんなことをしたらどう。ダイヤモンドはいつだって結果を重視してきた。僕の生み出す価値が何の代償も払わずにファミリーを騙せるわけないだろ。大丈夫、
ソンゴの奇跡は砕けても効果を発揮するからね。たとえ効果が大幅に弱まったとしても僕にとっては十分だ。本当に不思議なんだけど、どうして君は毎回危ない橋を渡ろうとする。まさか本当にリスクが大きいほどリターンも大きい君にはそれは奇跡が消えた。また調和の幻覚か。こんにちは。うん、また会ったね。お姉ちゃんもいるよ。僕たち4人でかくれんぼしてたんだ。本当に楽しかったな。そうそう、ここに来る途中お父さんがフルフル映画を見に連れて行ってくれたんだよ。それを言うなら、そう、それたくさんの絵が並べられてて動く壁画みたいになるんだ。僕とお父さん、お母さん、よかったらお兄さんもやってみて。そうだね。 Oh no。Did I miss the first one? Oops. つまんないな。Bird. なんで黙ってるんだ？君は確かに僕。今回はや。素直さは僕たちのスタジオ。Well, I'm stuck. わあ、ここ高いね。砂漠で一番高い岩より高い。それにお花もたくさんある。お姉ちゃん、この紫のお花あげるよ。
I hear a bird. Uh-oh, I'm lost. Oh, there it is. 道を間違えたのかな。これは何か思い君には関係ない。ヒントが必要かな。君はこの鉄の黙れ。僕が思うに弱い奴が聞け。あの同行者、残念ながら君は彼には及ぶ。君が言った小細工は確かにこだって。公平、彼女は僕に。つまりそれは反則。この葉っぱを持ち帰ったら新しい花が咲くかな。母さんは2つのアクセサリーしか残して。君はいつもそう。関係ない話を持つ。はっ、分かった。ところで、きっと今でも耳に残って。そう、君は覚えてる、姉さんの再起。いい加減にしろ。話を遮られたのはこれで。ようやく君の感じ。最後にはこの美しい夢を。あの性格から始まって、ロビンの声の喪失、二つの殺人でも、ダイスの目が出る。いいだろう。じゃあ僕のためにか。もし最初からやり直せるとしたら。今回は静かだ。ようやくあいつが消えたのか、それとも僕が消えようとしてるのか。やっと出られた。帰るの？でも僕まだ帰りたくない。楽しいな。ずっとここにいたい。Hanu. Brother Hanu, どこに行くんだい？あいつは同じ場所にしか行かない。たとえ過去であろう、今であろう、未来であろうとな。助けて。
さんなの？革靴の音が聞こえる。I have to go back to being Hanu. Or do I? I do. I almost made it.Oh, it started me here. Cool. Oh.注がどうしないで。さあ飲め。リスクのないリターン悪くない。本当にお兄なんでかわからないけど、お兄さんを見てると不思議な感じがするんだ。興味が湧く。もっとお兄さんのこと知りたかったのに。もう君は、うん、そろそろ帰らないと。暗くなってきたし。君の家はどこにあるんだ？
おかしなこと聞くんだね。家はお父さん、お母さん、おね、この夢だよ。この遊園地、この夢は、でも、おね。じゃあ彼らはどこにいるんだ。わからない。Aventurine is doing what like all the shonen MCs have to go through, fight with himself. どのくらい残るつもり？人に捧げる相手の意表をつくのはめちゃくちゃなやり方だけど、君にとっては珍しいことじゃない。なぜなら君は真犯人が誰なのかも、遺産なんてものにも興味がない。ただ公正に仕事をするカンパニーの社員と、そしてこの歌、僕にはできる。そりゃできるだろうね。君の幸運はきっとちょうどいいタイミングで君を助けてくれる。一つの成功、これでカンパニーもテーブルにつく資格を手に入れられる。そして君も果てしない渦の中から抜け出して、夢にまで見た救済、別に初めてじゃない。これは君の一番得意な、一番望んでいる。だからダイヤモンドは君を。彼が欲しいのはピノコニーだけだ。手段も代償も。それは大変そう。急に思いやりが出てきたけど、両親がいたんだ。僕は結局君の自我の中から生まれた存在だからね。僕は君がすることを止められない。君が行く場所、覆水盆に帰らずってやつさ。僕たちにできることは、すべてのチャンスをつかんで。ああ、残念ながら、人は一生正しい決断だけをすること。君は常に勝ち続け、負けたことがない。でもどうして君なんだ。もし幸運な人の奇跡が、彼の愛するすべての人、さらには、それ以上に多くの人の不幸の上に成り立っているとしたら、もし君のもたらす暗そうだとしたら、その終点にたどり着いたら。分かった、僕は先に行くよ。この先で君を待ってるから、最後の時間を使ってこの子にちゃんと別れを告げるんだ。後悔なく死ねるようにね。これで残ったのは僕たちだけだね。僕の写真を撮ってくれる？うん、いいよ。Oh, his voice was so gentle. Aventurine. 僕の写真を撮ってくれる？今度写真を撮るときは、うん、そうする。僕はまだか、ここでまた。うーん、なら行こう。ああ、お兄さんって役者さんだったんだ。通りで綺麗な服を着てると思った。いや、実は僕は商人なんだ。でもここでショーをするんだよ。黒い服を着た人たちみたいに？でもお兄さんは黒い服を着てないよね。あの服を着てるのは一般のスタッフだけなんだ。僕のポジションは彼らよりずっと上だから。すごいな。
僕もお兄さんみたいにかっこいい大人になれるかな。なれるさ。君ならきっと僕よりずっとかっこよくてすごい人になれるよ。Never back down, never give up. So his grand plan is to, like, quote unquote, sacrifice himself and die so that he can be free from the IPC.この幕の裏がもうすぐ出番だけど準備はいい？公演がうまくいくよう祈ってるね。ありがとう。まだき、よし、じゃあ手のひら合わせしよう。地母神の加護があれば手のひら合わせはちょっとした儀式なんだ。手のひらを合わせてマザーフェンゴに祈り、知らないなら大丈夫。もちろんね。His voice so gentle. ここでお別れだね、カカワーシャ。もうすぐカティカ。どうしてカティカ人は僕たちのお金。カティカ人は血に飢えていて残忍で欲深い。これは計略であり復讐でもある。彼らはエビキン人がこの日に必ずお祭りを開くことを知ってる。でもカティカ人たちは今回私たちが抵抗しようとしてることも、この雨がなければカティカ人はこう。でもエビキン人は必ず仇を討つ民族だからだよ。あなたが生きている限りエビキン人の血が絶えることはない。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で地母神があなたのためにあなたの体を流れる血が、旅がいつまでも計略が決して。さようなら、カカワーシャ。スターピースラジオが本日のニュースを、反乱を起こしたのはカティカという部族で、この部族は長い間、カティカはカンパニー保護下にあるエビ金属に大規模な襲撃を仕掛け、スポークスマンはこの深刻な人道的災害に深い哀悼の意を。最後彼は私たちが生まれながらにして持つ基本。カカワーシャ、さようなら。よし、役者の準備は整った。いよいよショーの始まりだ。この公演は君に捧げよう。ああ、そうでした。あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？仮に、きっと僕は喜んで書けるだろうね。この人がヨミ？はじめまして。うち。You can call me Clocky. はじめまして。ベルトが一緒に行動すると決めた。ヨミさんは危険分子ではないし、請求列車に敵意を持って、これからも協力を続ける。それってさ、アベンチュリンさんの行動の裏には、もっとこうなった以上、彼の計画の中で そこまで事態が発展した場合を考えると、また変なこと言って。時計屋の謎を解き明かすには意義はないようだな。もちろん同行させて。じゃあ出発しよう。焦らなくても大丈夫よ。レディース・アンド・ジェントルメン、ピノコニー史上最も驚きに満ちたスターピースカンパニーが皆さんをお待ちしております。
ほら、役者と観客の両方が会場に行こう、みんな。なんか…じゃあ今すぐクラーク…ベルトさん。ん？どうして仲間に私の書…君が言ったように話したくないんじゃなくてできないんだ。あのな。だが俺は君を信じたいと思っている。君に対…そしてきっと彼らの立場でも同じ決断を下したはずだと俺は信じている。ありがとう。お返しに、これからの対決で請求列車に不利な状況になった時は、あなたたちの味方を微力ながら。I'm just gonna go in with my Danhung team and hope for the best. また戻ってきた。いくらなんでも大げさ。誰もいないの？みんな目を離さないで。No, let me run faster. Please.言われた通り来たわよ。もちろん拍手で迎えよう。このステージと彼の正体は、いや関係ならある。それはね、彼が3件の殺人事件の…3件の殺人。そう、3件。本当に盛大な死がね。君はここで自分を過小評。もっとわかりやすく言おうか。ボッポン、遊園地全体が夢の破片に。虚勢を張っても無駄だ。おや、かけるのかい？いいだろう。なら僕もかけよう。あなたにはできない。できるとも。僕はツガンニアの砂漠から来たんだ。たった60枚の銅貨のために人々は僕の。でも体温は僕を殺さなかった。それどころか君たちに、睡眠は死の予行演習という。毎晩夢を見るのは死に向かっているのと。みんなもうゲーム断る理由がない。サイは投げられた。さあゲームを始める準備はいいか。 His hat and glasses。かけよう、このゲーム。僕が勝つ。オールインだ。僕は死をも乗り越えてみせる。全てを。最後まで笑っていられるのは誰だ。ゲームスタートだ。構わない。こんなもん。いい度胸だね。ショーク大佐、遊んでよ。ジャストタイム。戦士を授けん。緊張は不要だ。全部かけよう。お別れの時だ。もうじゃ再臨。償いたまえ。 I just used his ult。 この力が騒いでいる。千の鎮気を持って鼓舞を。一心同期。戦輪は血槽流、世を注がん。天候の嵐。さあ飲め。動じないで。かくれんぼしよ。答え
見つけてごらん。健康の跡。終局は全部見たね。もうじゃ再臨。なんだなら。優しくするね。頑張って。使うつもりはなかった。健康の跡。さあ飲め。大丈夫、問題はない。遊んでよ。勝負から降りろ。厄介を避け。仲間だもんね。はっ、この力が騒いでいる。答え見つけてごらん。諸悪大佐、健康の連話し合いましょう。天使を授けん。緊張は不要だ。全部かけよう。使うつもりはなかった。戦輪は権限した。総理、世を注がん。総理、世を注がん。千の鎮気を持って一心同期。客をもてなさないと。頑張って。健康の跡。さあ飲め。逆境に追いやられた。人は希望がある限りかけ続ける。君たちが持つ可能性は僕が全力を出すに値する。健康の跡。客をもてなさないと。神器を持って一心同期。戦輪は権限した。総理、世を注がん。優しくするね。この力が騒いでいる。健康の跡。さあ飲め。オールオアナッシングだ。大丈夫、問題はない。構わない。遊んでよ。戦輪は結構。総理、世を注がん。つもりはなかった。健康の跡。もうじゃ再臨。 Oh, thank goodness, thank goodness, thank goodness. I thought Ting Yun was done for. I should. Let's heal my healer. Oh my god, oh my god, oh my god.オールオアナ
Everyone lost the gamble? Okay. もうじゃ再臨。緊張は不要だ。天使を授けん。仲間だもんね。かくれんぼしを答え見つけてごらん。どうしないで。健康のあらぬさあ飲め。 Can't even win gamble in a fight against the Venturi. How am I supposed to win at 50-50? Well, I guess Luocha can win and then he'll survive. Luocha's busy. Please, I don't want to gamble anymore. Everyone's kind of even right now. Tingyun's the weakest though, so I guess. Oof. I don't think she's gonna win. Everyone's gonna lose. Let me just make sure one of my characters not win. Draw? A draw? Okay. Okay. That's fine. もうじゃ再臨。戦輪は草履、世を注がん。健康のある。みんな同じだ。どうしてもっと思い切って生きられない。 スローブレーカー、わざとらしい。イラつくな。思いっきり楽しむために、すべてのチップを課金。理性を捨ててこそ、本当のゲームができる。 出発する。ああ、もしかしたらピノコに夢の中何も探す。それらはおそらくなぜだ。君が歩んでいる、それが私、それが君の、そうは
な。祖は運命の糸を残し、その影の中、彼らの逮捕、あなたの目には、君には、だがそれで十分だ。それが完全、私は虚無の涙雨降りて溢れる渡り。読み字を避けず常よ帰ろ。She's so cool. She's so cool. ここは巨大なブラックホール。成功した。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。あなたの幸運は私たち、すべてのエビ賢人にとって最も貴重な宝物なの。2日間生き延びることができれば、お前の力が本物だという証明になる。富、地位、権力、カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、すべて。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。残念だが、ここはあなたが期待している場所じゃない。虚無なのか。あなたから見れば、眠る無双者は誰かに目を向けたりしない。祖は姿形を持た。ただ一部の人々は祖の影のそれだけって君の言葉は本、つまり これは一瞬で過ぎ去る夢、無数にあるいくつの姿の一つ。僕の死は決まっているみたいだね。あなたがそれを望んでいたとしても、私には約束できない。目的が達成されたなら、あなたはもっと正直になる。どういう意味か。遊園地でのあなたのショーは虚勢に満ちていたが、あなたがここまでの労力を払い、ジンピノコニーの無境に本当の死どうして僕がそんなことをし、そうしなければ、あの連続殺人事件以上、夢の中の死を利用してこそそこにたどり着くことができる。時計屋の遺産、本。どうしてわかったんだ。私も予想していなかった。まさか。それはあなたも事情を知っているよ。確信はないけど、殺人事件はいい口実だけど、それだけ。この美しい夢は大海原じゃなくて孤島なんだ。同時にこの死を隔てる壁を使い、知られざる秘密を深海に放。誰かが壁の向こうへ生きて帰ってきたなら。そう、ヒントは早い段階で手に入ってた。口の聞けない人が、声を出せない人、深海から生還したもののステージに立って話すことができない人。ヒント。残念だけど証拠はないんだ。僕の推測を裏付けられるのは、ファミリーが死に直面した時に。真相を解き明かすには証拠がいるけど、何かを疑うだけならそんなの必要ない。
僕にとっては後者で。私にはあなたは十分な確信を持てていないように見える。あなたは確かに幸運で、運命は私たちの道を交わらせた。あなたは狡猾だな。わざと私たちが対立するよう仕向け、だからこそあなたは勝てると。あなたの計画では常にカンパニーが勝者となる。大きな賭けだと思うだろう。でも一つ間違いを指摘させてくれ。性格を爆発させることは僕にはできない。もし君が最後まで刀を抜かなかったら。もしを話していても意味はない。あなたこの後深淵から戻って来られるかどうかは。あなたは一度も迷ったことはないのか。迷ったことはもちろんあるよ。それ以外僕には何もないからね。この夢から覚めたら行くべき場所に行くといい。あなたの賭けはまだ終わってないからな。別れる前にもう一つ質問に答えてもらえないか。どうして僕たちは死ぬためにこの世界に生まれてくるのかな。そんな風に思ったことはない。あなたも同じだろう。でも虚無は僕だからこそ。それにでもそれはまだそこに存在してる。もし運命のダイスの目が。私の答えはあなたの迷いを解消できないかもしれない。だがあなたは睡眠は死の予行演習なら、あなたも理解しているはずだ。仮に結末が決まっていたとしても。だがその前に結末に向かうまでにできることも。そして結末はそれによって、ま、自分のポケットを見るといい。あなたの友人はとっくに答えを渡している。幸運を祈る。The impossible in the dreamscape is not death, but rather dormancy. Do stay alive. I wish you the best of luck. じゃあ、僕も行くとするかな。お兄さん、行っちゃうの？ああ。ここには彼らがいないからね。じゃあみんなが行くところにいるんだ。遠く遠く離れた場所にね。お兄さんも。うん、いつかは行くよ。でも今じゃない。いつかまた空から雨が降る日が来る。そしてチボシンの声が聞こえ、運命の時が来たと悟ったら。だからその時が来る前に何の準備？彼らに会うための準備だよ。うん、お兄さんならきっとできると思う。ああもちろん、僕は地母神の祝福を受けた子だからね。でもまだ緊張してるみたいだけど。僕もそう思う。カカワシャ、最後にもう一度手のひら合わせをしないか。Oh, so cute. Ah.地母神が三度瞳を閉じますように、その血が永遠に巡りますように。
旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。僕たちはカカワのオーロラの下で再会する。さようなら、カカワーシャ。金石の光が、これが表す結果は一つだけ。彼は約束を果たした。そして望みを叶えた。計画通り、あなたの奇跡は私たちの役目を果たして、私が謁見し、私は甘露に毒を授け、春に種をまき、秋すべてを。Meanwhile, memory zone depths. Whose POV is this? Mega Same Mashtaka. What happened to Aventurine? ここでずっと待っていました。私は性格ハンター。もっと早くあなたの前、予想以上の妨害に遭いまして、11回試したのですが、エリオの言う通り、あなたも私は彼やカフカのように人の心を知り尽くしているわけではありませんし、銀狼やじなので、そう、君に見せるしかないの。Yeah, not surprising. To be continued. 迷宮のような廊下や部屋、あちこちに仕掛けられた罠。この屋敷の主は疑心暗鬼になってるみたいだな。面白いことを言いますね、保安官。そのユーモアが。個人的な意見を述べたまで。ギャラガーさん。私はあまり忍耐強い方ではありません。正気、あなたが真犯人とつながっていると。ふん。悪党ならず者、酔っ払い、ごろつき、そういうゴミみたいな言葉は腐るほど聞いてきたが、まさか自分が殺人鬼の共犯扱いされる日が来るとは。さっきの言葉を撤回しよう。You're just crazy. お前の問題は疑心暗鬼が過ぎることじゃない。お前は狂ってるんだ。わかるか、狂人。お前らファミリーは俺のような老犬の背骨を折り、牙を抜いた挙句、今度は殺人犯呼ばわりするのか。ふざけやがって。町中の野良犬におかしなことをするのはスラーだ。一体何がお前をここまで狂わせてるんだ。俺なんかよりフィルムランドで大騒ぎしてる客人たちのことを気に。あなたに言われるまでもありません。あの死者が館の門を出た時点で、彼が何をしようとしているのかは分かりました。私の使用人は。なぜ私が彼を見逃してわざわざフィルムランドのステージを開けたのだと。私の狙いは最初からあなただったからですよ、了見。彼が騒げば。俺が本当に犯人なら、どうしてそこまでコソコソする必要がある。ああ、そうか、忘れてたが、お前にも面倒な主人がいるんだったな。Such a big height difference. あいつらはお前に殺人。そうだろう、優しい兄様。Brother? どうやらあなたの変装は。変装？俺が偽物に見えるなんざ、どんな目してやがる。その目を見開いてよく見てみろ。
構。確かにあなたの体を構成する全てのものは本物だ。バンニのように柔らかくカールしたブラウンの髪、サー・ウィテカーの視線を思わせるオレンジの瞳、風変わりな傷跡は灰色のベスト、ネクタイ、ハウンドの勲章、水筒、カクテル作りの技術、52人の忠実なファミリーのメンバーに揺らい、それらが一つの場所に集まり、無数の小さな真実が嘘を紡ぐ。あなたは全ての人から認識を集め、それをもとに無境の中で、違いますか、神秘の手先。 The end of the ending matter. ふん。すごいな、やるじゃないか。大したもんだ。どうやら俺はお前を見くびっていたらしい。褒めてやるよ。だがそれがどうした。それでお前の妹とあのミック、少なくともあなたと記憶行きミーム死がいいですか。私はあなたがどうやったのかなんてどうでもいい。Oh. 私が、貴様、この死に損ないの負け犬風情が、なぜなぜロビンを殺した。 Angry。人は目に入った砂を見れない。ただ存在を感じるだけだ。答えを知りたいか、教えてやるよ。全部クソみたいな運命のいたずらなのさ。Whoops. Unfortunate timing for the ad that's happening right now. I have many questions, but wait, I like kind of missed what happened at the end there. So...Pull up like all cutscenes or something. Cutscene JP. Okay. Hang on. One more minute until the ad is done.I kept snoozing, but unfortunately I ran out of snoozes. Yoshi. Okay, ad is over.
I apologize for the really bad timing on that ad. I literally kept snoozing, but I ran out of snoozes, and that was just really unfortunate timing. But I did get a wish for a standard banner, so let's go ahead and pull. Nothing. Ugh, I want Acheron. I really, really want her. $382 for me. $320, nice. Okay, let me see. Settings. 400 plus after a drink making event? Dang. Okay, let me turn this off for now, and then this, I kind of missed the cutscene at the end, not gonna lie, so let's see. Dismiss. And then browser. Hang on. I'm gonna make sure I don't share anything criminal. Okay. Is this レンジャー。ハンター。まだ。さようなら。全てを。人は目に入った砂を見れない。ただ存在を感じるだけだ。 答えを知りたいか？教えてやるよ。全部クソみたいな運命のいたずらなのさ。Oh。Okay。なのさ。What？ Okay. Wow. Contracts, exploding bills, oops. Surprises. Not the have ad. We finally had enough. Go away. Oh my god, what? Sunday is the next to die. Now Sunday and Robin are dead. Okay, but like, what happened to Aventurine? So he's not dead, but he's like somewhere else. He's disappeared. He'll probably still have a major role in 2.2. I hope so. Let me collect all these achievements. Do I have enough to exchange? Yes, one more. $385 passes right now. Okay. Aventurine's backstory was sad, but it was kind of like as expected. The reveal of Sam being Firefly wasn't that surprising to me because I accidentally saw a leak about it a while back. And then, is that sad as Farina? No.
it made me sad, but it was kind of just like a typical Aventurine. Really felt like a shonen MC with just like a typical sad backstory, and then he's like going on this journey to discover himself and discover the meaning to his life, and then he had to like, you know, face off against himself, his past and his future. But yeah, I think, and then I accidentally saw a spoiler that Sunday would get stabbed, yes. And that Gallagher, and like someone joked that can't believe a 4-star like Gallagher was able to kill a 5-star. And then I was like, well, okay then. I guess the most shocking part at the very end, that was the part that I got spoiled on, so that's cool. So yeah, overall, this Trailblaze mission was okay. It kind of just felt like a long Aventurine companion mission. And I wish that I didn't see spoilers in advance, but what can you do? There are spoilers and leaks everywhere. You were right all along about what? Aventurine companion mission. Yeah, this was actually just Aventurine's companion mission. I am currently farming for relics for Aventurine. And I'm using this E6 Acheron because she's just so cool. Oh, okay. Bye. Yeah, I'm just finishing up using my power, and that'll be it for today. She's so strong. I need another 5-star healer. Lucha is like my healer, and I don't have any other healer. It's really hard when it comes to like mock purification. I have to have two teams, and then I'm like, I use Bailu, but she's not great. Eventually I want to build a dot team, or like just a Acheron support, Acheron hyper carry team. I want Black Swan and Kafka. I really, really want Acheron. I mean, I know this is an E6 S5, but even at E0, she's really strong, so. She's so cool. And I got nothing good, of course. Okay, that's it for today. Yep, that's it. Until next time, thanks for tuning in. Bye-bye. Oh, next time? I don't know when next time will be, but until next time, bye-bye.